いつ、どうぞ。あー気持ち悪い。うわー怖い。はい、どうも皆さんこんにちは、いつおです。ということでね、今回はマインクラフト10周年企画ということで、ちょ、まあなんか見えてますよね、いろいろ過去にね、友達をね、この大量のムカデの中に放り込むっていうドッキリをやってるわけですよ。それを今回ターゲットをね、変えてやっていきたいと思います。ターゲットにはね、普通の撮影をするっていうね、話を LINE でしてあるので、通話に呼んでみたいと思います。もしもし、もしもし、あ、 LINE 見てくれた？あ、見た見た見た。もっと入れた？入れた入れた。あ、お腹すいた。あれ、なんか見たことある風景やな。あ、気持ち悪い。ちょっと待って。俺、雲以上に足あるやつ無理なんだよ、ほんと。じゃあちょっとね、321って言ってもらっていいっすか？マジでやんの？本当にやんの？いやいやいや、もう何回か、何体か飛び出てきてね、ちょっと。2 どうぞ。あー気持ち悪い。うわ、怖い。ほんとに弱い。怖い。あ、復活した。オッケーオッケー。今日は実は撮影はありません。あ、だろうな。浮かれドッキリでした。だろうな。さよなら。ほんとにこれでいいの？これで終わりでいいの？ということで、まあ、でも、もっと実況の方も普通に撮ろうと思って、まあ、ちょっと今ドッキリやっちゃったけど。あー、よかったよかった。夜行ける？夜行けるで。ご飯終わったぐらい。お疲れ様です。お疲れ。さあ、ということで戻ってきたんですが、今回実はね、こんだけでは終わりません。まあ、ムカデドッキリがメインではないです、実は。同じね、ドッキリを何回もします。だんだんね、リアクションがどうなっていくかっていう。もしもーし。ハロー。ちゃんとやるぞ。聞こえてる？あ、聞こえてる。あ、オッケーオッケーオッケー。待ってね、もうちょっと動画見よるから。オッケー。あ、待ってくれるの？優しい。しゃあない。なんか見覚えないっすか？だるマジで。だるマジで。なにこれ。カウントダウンしてください。3、2、1。あ、やっぱ無理。キモい。ちょっと2回目だからいける気がしたけど、ちょっと無理だわ。気持ち悪いわこれ。待って、もう外決、外決しちゃった。外決ってなんか気持ち悪いマジで。気が動転してんねん。だって俺が頑張ってやってんのにさ。ちょ、待って、ほんと気持ち悪い。好きな食べ物は何ですか？え、好きな食べ物、リンゴ。もう味噌半分止まってるやん。絶対リンゴ好きちゃうやん。なんでこの状況で好きな食べ物聞いてくんだよ。今日はね、じゃあ1日でね、2回同じドッキリしたらどういう反応するのかっていう動画撮りたかったん、実は。ドッキリっていうかさ、気持ち悪いだけなんだよな、ほんとに。バイ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 。え、これほんとに撮らないの？空いてるとき撮るか。オッケーオッケー。ちゃんとした方撮るか。いや、マジでマジで撮ると思ってたんだよね。とりあえず、あさってぐらい暇だから。オッケー。よし、ということでね、同じ背景で同じ始まり方で、ちょっとそろそろ頭おかしくなりそうなんですけど、まあ、2回なんかじゃ終わらないっすよ。大丈夫？時間あった？あ、ちょっと待ってね、鼻くそ落ちてから。来たな。泡開いてるかも。入っていいよ。だよね。え、なんか見たことあるな。ちょっと知ってたわ。ふい。またやんの？これは気持ち悪い。
何音俺のお腹下してる時のみたいな音したよ。3、2、1って言ってもらっていいですか。3、2、1。好きな色何色ですか。好きな色は虹色。まさかの7色ぐらい入ってるけど。今回2回目は平気だったけどさ、時間経ってからきついわ。あじゃねえよ。実はね、仏の顔は3度までっていうのを、俺が言うセリフだわ。まあそれ本当なのかっていうね、3回目でねブチ切れてたら、まあそれ実証されないわけじゃないですか。会いましょう、さよなら。さよなら。そろそろちゃんと虫の世界のもっとやるか。いやマジで本当はやろうぜ早く。普通にやったら面白いからな。いやだから早くやりたいんだって。さすがに朝起きてこれやって、はい解散はちょっときついわ。ゲームでもやるか。Windows に切り替えてくんね。さあということでね、見慣れた風景ですよね。もう実家のような安心感、この背景。3回で終わるわけがないですよ。やりますまだ。お疲れ。お疲れさんです。ワールド開いて入れた。砂漠スポーンはちょっときついな。まさか4回目はないよね。4回目はないっていうか、平原スポーンやから。お前嘘つくときたまに、おんって言うからな。おん。仏の顔は3度までドッキリって言うたん。信じるで。ほらな、言ったの。もうええって。お家みたいな感じやと思うんですけど、そろそろ。もうマイホームやね、ここ。おいでほら、おいでほら。やっとるやっとる、この人。プスサチコ、まゆみ、田中、おいでみたいで。どうでした。まあ、新鮮な気持ちかなと思うんですけど。もう飽きたわ。4階は、ああなんか、脳科学的にはああ同じ光景4階見たら、かえって新鮮になるっていう。おい、脳科学っても先行してねえだろ。まあそういうドッキリでした、今回は。ああ、もうなんか、おはーしか言えねえわ。あとでちゃんと撮るから。お前、いつもそれやん。ちょっとご飯食べるから、それ、戻ってきたらお前ちゃんと撮ろう。そのご飯ぐらいのな、長さじゃ、こんな準備とかできひんから。じゃあね、ご飯終わったら、かけるわ。さあということでね、もうそろそろ説明はいらないと思うんすけど、準備できないとか言ってたんすけどね、ワールド保存してたら一瞬でサーバーはできるんで。ふい、ただいま。うい、あーおかえりおかえり。ちゃんと30分ぐらいで帰ってきたろ。あんま時計見てねえけど。まあ動画見てたらしゃあないか。帰ってうん。笑うしかねえよ、こんなやられたわ。3、2、1。え？時間差すごいって。うわ、キモッ。いやー、まあ初めてのドッキリやったと思うんすけど、どうですか？お前、仏の顔は3度までドッキリどこ行ったんだよ。じゃあね、まあこんだけ見たらそろそろ疲れてきたんじゃないっすか。めっちゃ疲れてるよ。もうそう、今回は違うんさ、向かれたちには申し訳ないんすけど、グロいようなねものを見たら、うんうん、疲れると思うんすよ。ああそう思って、ああリゾート地をね再現したワールドにこの後ご招待したいと思います。ほんとかい。パチャパチャしたりね、キャッキャウフフしながら楽しもうかなと。誰とすんで、企画何個あるんだよこれ。ワールド映りましょうか。あのジャンプして着地したら映るっていう。あーあれね、分かった分かった。ジャンプしてください。はい。リゾート地へようこそ。一瞬サーバーみたいな、ずっと
俺緑色になってたから問題です。うん、でれん、俺の今日の朝ごはんは何でしょう。知らねえ、キャベツです。ええんか。やつ大体3回ミスったらなんかあるからな。問題、でれん、今日俺が朝やらかしたことは何でしょう。俺を騙したこと。ブブー。じゃあ失敗したのでカウントダウンしてください。3、2、1。うわ、やばい。もうええって。うわ、まあ、かる。どうでしたか、新鮮でした。ちょっともうやめようぜ、なんか無限ループだわ。もう飽きた、もう見てる人が飽きたもん。そろそろ。じゃあこれはね、本当に大切な話です。ああ、これな、じゃあ何の企画だと思います。何回も同じことやってると思うんですけど。なんか最近再生回数が著しく。うるせー。あー、もっとうるさ。まあじゃあいいんですか、それで。その再生回数伸ばすための企画ってことでいいんですか。正解は実は、マイクラ10周年公式イベントの動画でした。おめでとう。公式？公式？公式です。え、やばくね。そう、それになんと今回出させていただいて、そのためのね、動画をずっと撮ってました。あ、そういうことなん。そう、何回もドッキリしたらリアクションどうなるかっていう。いや、もう後半から呆れるよこれ。もう感謝やな、ほんまに。おい、ありがとうございます、本当に。あ、いや、本当にありがとうございます。ありがとうございます。やばいな。じゃあということでね、まあ、時間があるんですよ。リレーって言ってね、こう順番ずつね、実況者の方々がやっていってるので、はあ、次は実況者ネガホンキャッチさん、まあ、言わずと知れたね、ネガさんですね。ああ、ネガさんか。ああ、すげえすげえ。16時半からね、ネガさんのチャンネルで開始するので、ぜひね、概要欄の方から見に行ってください。ということで、はい、本当にね、ありがとうございました。ありがとうございました。また会いましょう。マジか。うん、ええ、すぐさよならー。じゃあねー。